独自の文化に生きるこの町名古屋に天下御免の歌舞伎者と呼ばれた武将はあり、自由を好み派手好き晴れやか破天荒な生き様に民衆たちは心を合わせてゆく。当時の庶民の生活といいますのは大層苦しかったものだとか。暗い世間でも笑う刑事、そして彼を中心に活気を取り戻してゆく民衆たち。我々が生きる令和もまた悩み大きい世でござりましょう。さて前田刑事は令和の民衆たちの心をも響かせることができるのか。同じアホならブライコ、まだまだ遊びはこれからよ。